はい、どうも皆さん、こんにちは。TK ヒーローでございます。すいませんね、最近ね、ちょっと忙しくてね、なかなかちょっと動画を撮れなくてね、だいぶ間が空いちゃったんですけども。で、その間にね、発売になった、まあ、話題のね、この、東京丸井の電動ブローバックのハイキャパ 5.1 とか、こういうの買ったんですけども、あとこれのね、ロングマガジン。ね、電動ブローバック初のロングマガジンも買ったんですけども、その前に、こちらをね、まあやっぱり紹介しなきゃダメかなと。もうそろそろ待てねえよってね、ツッコミが来そうなんで、ね、ここにずっと置いてある、この、チョコミントラムネ、飲んでみましょうか。というわけでね、今回はこのチョコミントラムネ、ついに、飲んでみたいと思います。さあ、このチョコミントラムネ。一体どういうものかというと、これはですね、ゲームセンターのクレーンゲームの商品として、期間限定で夏頃セガにあったものです。で、まあそれをね、いくつか取ったわけなんですけども、もうまさに字の通りですよ。チョコミントのラムネ。ね。今世の中チョコミントというものがですね、非常にまあ流行ってるようでございまして、いろんなところからね、チョコミントスイーツなんてものが出てますけども、まあその中でちょっと変わり種っていうのかな。ちょっと変化球っぽい感じでね。このセガがチョコミントラムネっていうのを出したわけなんですよ。で、まあ、ラムネというからにはですよ。これ今常温なんですけども、まあ、常温で飲んでもまずくはないだろうけど、やっぱりラムネはね、冷やしたいじゃない。なので、すでに冷やしたものがこちら。ずっと冷蔵庫を入れといたんでね、これはもうキンキンに冷えてますよ。チョコミントラムネ、セガ限定。で、一体これ中身何でできてんのかって気になると思うんで、この裏面をお見せしますけども、ここのね、原材料名見ると、加糖ぶどう糖液糖炭酸香料、酸味料、着色料、青色1号。はい、どこにもね、チョコミントは書いてないんですよ。だから、チョコミントの香料だね。だミントも入ってないっていう。一体ね、どんな味なんでしょうか。開けてみたいと思います。さあ、このフィルムを剥がしたら、ここのね、上の部分に、この開けるためのパーツが入ってんですよね。で、この開けるためのパーツを、この飲み口に乗せて、ガーってやって、グッてやると、バーってなんですよ。ガーってやって、グッてやると、バーってなんですよ。だいたいそんな感じ。さてさてさて、では、ね、これを開けていきたいんですけども、これさ、部屋の中でやるのちょっと怖いんだよね。皆さんもきっと経験あると思うんですよ。ラムネこう開けた時にシュワ、いやもうあんまり言うとね、また投げようって怒られちゃうから、いや開けます。いきます、もう。もうやるよ、俺は。いきます。せーの、泡出んなよ。ごめん、わざとじゃないよ。ネタのためにやろうとかそんなつまんないこと考えないからね。もう普通に泣けるか。あーな、あーこれは辛い。これ何が辛いってさ、サイダーでしょ、炭酸水なんだよね。ベタベタすんだよ。かーこれ辛いわ。うわーマジかい。あーまあまあ幸いなことにあんま変な匂いじゃないです。というか匂いがそんなしないんだけど。いやするんだけど、チョコの匂いが強い気がする。あんまりなんかミントっぽい匂いはしないね。じゃあ、いただきます。ん？いや、なんだろう。あ、なんだろう。なんかすごい不思議な感じ。なんかね、味がはっきりしない。いや、チョコミントはチョコミントっぽいんですけども、なんだろう。どちらかといえば、サイダーの要素が8割。いや、違うな。サイダー要素が7割。チョコ要素2割、ミント要素1割みたいな感じかもしんない。なんかあんまりね、ミントっぽさがないですね。チョコミントと言われればチョコミントなんですけども、そんなにね、チョコミント感強くないですね。うん。いや、なんかこの見た目がさ、結構濃い色してるじゃないですか。だからなんかこう、歯磨き粉感っていうの。あの感じが、まあ、歯磨き粉って言っちゃうとね、チョコミントの方に怒られちゃいますけども、まあ、わかりやすくみんなに伝えるためにね、ちょっと許してください。歯磨き粉感が、チョコの入った歯磨き粉感が強いサイダーなのかなと思ったんですよ、開ける前ね。飲む前は。で、でも実際飲んでみたら、普通のサイダーだね。
あ、サイダーじゃない、ラムネだね。うん。ほぼほぼ普通のラムネで、なんかちょっとチョコとミントの風味を足してますよっていう感じで、なんかそんな癖がないです。あれ、なんかちょっと下の方に行ったらチョコミント感強くなった。気のせいだよね。でもなんかちょっと意外でしたね。正直あのさっきも言いましたけども、チョコミント感が強いのかと思ったらそうでもないっていう。癖がなくてね、案外これは飲みやす、なんか誰にでも飲みやすいかもしれないです。まあもちろんね、サイダーが嫌いな方とか、あと、まあちょっとでもそのミントの、チョコミントの風味があったら嫌だってそういう方はダメでしょうけども、なんかがっつりチョコミントっていう感じではないので、結構なんか幅広い方におすすめできるっていうか、まあ飲んでもらえる、そんな商品なんじゃないかなって思いますね。いやいやいや、でもこれはちょっと意外でしたね。なんかラムネ感が強いんで普通に飲めます。あのね、昔ねこういう商品あったんですよ。あれね、俺が高校の頃だから10年前まではいかないけども、何年前だろう、7年前ぐらいかな、6、7年前ぐらいにですね、まあ夏頃にコンビニでね、こんな商品あったんですよ。あのスースーウォーターっていうね、なんじゃそれって思うでしょ。あのスースーウォーターっていう、あのまあチョコミントではないんですけども、ミント水があったんですよ。ミント水、まあ、夏場でね暑いんで、そのミント感のある飲み物を飲んでこう涼しくなろうぜっていう、そういう商品だったんだと思うんですけども、それをね買って飲んだんですよ。でしたらね、それはねすごかったんだ。うん、あの癖が強かったっていうのかな、本当にあのね、もう歯磨き粉を飲んでる感じだったんですよ。こう目をつぶって、あ、俺は今歯磨き粉を飲んでるんだって思ったら、本当にそう思えてくるような、そんなレベルでこうミント感が強かったんですね、っていう商品があったんですけども、それのサイダー版なんだろうなぐらいに思ってたんですけども、そうじゃなかったから、なんか今回のは、ああ美味しいなって普通に思いながら、飲めました。なんだかんだもう半分もねえや。これは普通に美味しいわ。なんかゲームセンターのね、クレーンゲームの商品限定じゃなくて普通に売ればよかったのにね。まあそんな感じでですね、今回はこのセガ限定チョコミントラムネの、紹介でございました。まあもう今さすがにこれ出回ってないと思うんで、今からちょっとこれ試してみてくださいっていうのはなかなか難しいですけども、まあ私みたいにね、ちょっとなんか面白いものがあったから撮ってみようって撮ったはいいんだけども、ちょっと飲めてないという方は、これ普通に美味しいので、ぜひね飾ってるだけじゃなくて、飲んでみてください。まあ飾ってるのなんか俺ぐらいだと思いますけども、まあそんな感じです。それではじゃあな。さて、これね、どうしようかな。飲み終わるまでなんかちょっと適当になんか喋ってますけども。これ今回さ、開けるとき、ね、あの、バーってガーってやったらさ、ブワーってなったじゃないですか。あれってなんかコツあるんですかね。開けたときにシュワーってなんないためのなんかコツあんのかな。行くときとうまくいかないときの差がわからないんですよね。うまくいくときって何も考えずにやっても、こう、普通にさ、何も吹き出さないで開くじゃないですか。でね、片や今みたいにちょっとなんか気持ちね、気を使う感じでやったら、まあ盛大にこう泡を吹いてしまうっていうね、こう差がわかんないんだよね。で、特にさ、今回のこれなんかもうあの冷蔵庫にしばらく置いといたわけですから、なんか振ったりとかね、落としたりとかもしてないわけなんですよ。だからね、中でなんか炭酸がこう活発になってたじゃないですけども、そういう感じでもないでしょうし、何が原因で、これ吹き出すんでしょうね。なんかもしあのね、上手に開けるコツをご存知の方いましたら、なんか教えていただけましたら幸いです。いやー、なんかね、このラムネといえばさ、ガラスの瓶じゃないですか。なんか噂によるとね、このガラスの瓶のラムネって貴重らしいんですよね。これなんかは多分最近作ってるやつなんでしょうけども、貴重なのはあれか、この飲み口までガラスでできてるやつでしたっけ。あれがなんかもう作れないから今市場にあるだけらしいんですよね。だからなんだ、捨てないで回収してもう繰り返しね使ってるみたいなんですけどもね。なんか意外とこのラムネの瓶って貴重らしいんですよね。
今はね、もう、スーパーで売ってるラムネとか見ても、この飲み口の部分が、プラスチックのね、別パーツになってるのが、ほとんどだと思いますけども。ね、もしね、街中とかで、飲み口の部分までガラスになっているラムネを見つけたら、それは非常にレアだと。まあ、そういうのをちょっと頭の片隅に入れておくと、面白いかもしれません。で、ちなみにあれなんですよね。このラムネのこの上の部分ってちょっとボコボコって2箇所くぼんでるじゃないですか。これ下にして飲むと、ビー玉がここに引っかかって、飲み口が埋まらないでね、まあ快適に飲めると。というのをですね、なんかで見て実践してみたら、うわ、本当だと思って感動しました。そんな当たり前のこともね、知らなかったんですよ。あんまラムネって今飲まないですからね。もうサイダー買おうってなったら自販機で三ツ矢サイダーとかそんな感じじゃないですか。なかなか、これ一本ね、飲むのは結構お腹いっぱいになりますね。意外と辛い。掃除どうすんだよ、これ。皆さんも、部屋の中でラムネを開けるときは気をつけてください。今度こそじゃあな。めんどくせえ。どうすんだよ、マジで。やだやだ。